明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうすか皆さん、新年は年末年始どうでしたか？おじさんはね、特にやることもなく、まあ一人だとねやることないですよね。やることもなく、まあ普通に動画編集と写真編集と、あと大晦日にあれですね、なんだっけ、メガウェブだ、メガウェブ行きましたね。あそこは去年の大晦日で終了だったそうで、まあ最後にね、気がついたらもう22年もやってたそうで、昔カートから四輪に上がったばっかりの頃には、あのカートの仲間がよくバイトしてましたね。あのカートコースというか、なんかイベントとかあったのかな、よくねバイトしててね、誰々がメガウェブいるぞみたいな話もよく聞きましたけどね。えもう20年超えて、まあ個人的にはね特に用事なかったんですけど、珍しい車がいっぱいあるじゃないですか。あれだけの車が一箇所に集まるっていうのはそうそうないので、で、まあ当然あの辺の貴重な車はね、展示が終わったからなんだろう、まあなくすってことはないと思うっていうか、ないでしょうけどね、どこに展示するかはまだ決まってないのかな。まあ決まってるにしても一箇所にまたドカッと展示するのは多分ないと思うので、まあ見に行くならね、まあこれが最後かなと思って行ってきましたね。いやーでもまあ特に年末感年始感なく、前はね秘密のトレーニングが年末年始ドカッとあったんですけど、今コロナでね集まれないので講座ないですから、まあまったりと過ごしてますね。いいことですね。でやっと11月からのほぼ毎週某部屋の構成が終わりまして、次は1月の20何時でしたっけ、つくま2000なんですよね。だから久しぶりに、まあ、ゆっくりした日々を過ごしてるような過ごしてないような感じですよね。まあ写真動画まだあるんでね、やんないといけないんですけど、なんで俺はこんなに写真と動画やってるんですかね。まあ一人でやってるからでしょうね。で、まあそんな特に何の意味もない話をしつつ、あ、そうそう、今日の話は本当に意味ないですから、何か期待してる方はもうここでやめた方がいいです。もうここで見るのやめてください。まあ、聞くのやめてくださいかな、正確にはね。特に意味ない話続きますんでね。で、某部屋のあれとしては、2月の鈴鹿か。2月23でしたっけ？覚えてないんですけど、鈴鹿の2時間と初心者の1時間を追加しまして、まあ、そこは開催決定ですね。で、募集開始をね、もう結構早めにやろうと思ってて、壮行会の募集開始をする前に、こっちで、ね、人数決まってると、まあいいんですよね。で、一応定員4人なんですけど、2時間の方はね、5人いけるので、まあ、もし5人ね、エントリーがあったら、5人でね、抑えてもらうので、まあ、早めに募集開始した方がいいんだけど、早くしなきゃって感じだな。ね、あとはまあ、ぼちぼちと順次追加していきますので、あとね、迷うのはあれだよな、茂木の、その2か、南コースのね、旋回制度をやると楽しそうなんで、その2をね、まあ、追加するか、1回の時間を長くするか、ちょっと考えてまして、ただ難しいところなんですよね。長くすると当然料金上がるので、難しいとこですね。2回にするとね、ちょっと多いんだよな。まあ2回でもいいんだけどな。ね、迷うとこですね、これは。ね、どうしよっかな、というところで。まあその辺も含めて、ね、いろんなあれと検討ってとこなんですよね。で、あとはスゴの日程がまだ出てないと思うので、まあ、出次第追加ですね。で、そこは筑波のジムカナ城か、あの辺の日程をね、結構早めに決めちゃったんですが、まあ、多分ね、いつもの都合だったら、3月の土曜日のやつか、まあ、大丈夫だと思うんですが、ちょっとわかんないですね。まあ、ダメだったら、その時はその時でね、考えましょう。あとは、引き場所は、決定ですね。引き場所はもう日程決まってて、で、まあ、不測の事態があったら変更しますけど、まあ、多分しないですね。
多分しないです。あとはね、リンクも一回増やそうかなと思ってて、まあその辺もちょっとあれだな、何も決まってないんですが、増やした方が多分いいですよね、今の感じだと。まあそんなことしつつ、でニュルに関してはあれ年末のやつで言いましたっけ、あのチームと話はまあ大体ついてまして、もう行くぞって言ったらいつでも OK な状態なんですよ。まああとはね、今のオミクロン端の状況なんですが、まあ今の感じだとあれですよね、まあ弱毒化してるという話で、あのそこまでやばそうじゃないですね。まあただ感染は広がりやすそうなので、ね、で広がっていく中でまた変異してね、やばいのが爆誕っていう可能性もあるから、まあ油断はできないですけどね。アメリカなんかだって1日100万人感染でしたっけ、すごいですよね。なんかそれだけ検査してるのもすごいと思いますけどね、ようやっとるなと思いますけどね。だからあ、そうそう、でその辺に関してはね、そのワクチンを打ってない人の間で感染してるって話もありつつ、ただ打っても感染するって話もあるんで、まあその辺がもうちょっとデータとして出るといいですよね。ね、ワクチン打ってる人にとってどういう状況なのかっていうのはいまいちわかんないんですよね。ワクチン打ってない人にとってやばいのは当然ですけどね。それは打ってないんだからしょうがないですよね。というのでね、まあちょっと状況見えないんですが、まあまあまあなんとかなるだろうし、とりあえずもう夜に関しては行く予定で組んでおります。ね、そうするとまたライセンスがとかなってくんですけどね、めんどくさいですね。で、年末年始といえば初売りっていうんですかね、あのいろんなのがセールというかセールみたいなのあるじゃないですか。やっぱね、カメラが結構安くなっててね、まあカメラの話なんですけど、で、まあいろいろ検討してるところなんですけど、結局カメラって値段とサイズとか質の問題なんですよね。で、具体的に言うと、でかくて高いカメラは写りがいいんですよ。で、小さくて安いカメラは写りが悪いんですね。で、まあ、単純にそういう話になってて、お、犬がワンワン言ってるな。単純にそういう話になってて、両方は無理なんですよ。まあ、絶対無理って言ってもいいですよね。結局画質ってセンサー由来なので、センサーが大きければボディもでっかくなるし、でセンサーがでっかければレンズもでっかくなるんですよね。だってセンサーがでかいから。でそうすると重くなるし、ででっかいレンズを使えば高くなるんですよね。だからそこはね、もう完全にどうにもならないところで、あの技術的にクリアできる部分もあるのかもしれないんですけど、まあ、基本的にないですよね。基本的にないです。技術的には多分クリアできないところで、もうその、どっちかが上がればどっちかは下がる。まあその反対っていう風になってて、だから結局その、いいものを探していくっていうよりは、妥協点をどの辺にするかっていう話になるんでしょうね。だからね、それはなかなか難しくてね、なんで難しいかっていうと、写真を撮ってる時の自分と、写真を見てる時の自分が違うんですよね。で、写真を見てる自分にとっては、重くてでかいカメラっていうのは関係ないわけですよ。で、写真を撮ってる自分にとっては、画質っていうのは、まあ、そこまで関係ないんですよね。というふうにね、撮ってる人と見てる人が違う人だから、その時によってね、判断がブレるんですよね。だからね、なかなか決まんなくて、で、俺の使い方は何かっていうと、まあ、ドイツ行った時どうかですよね。日本で使う分には、まあ、大きさ、重さの制限は、まあ、車で行っちゃえばいいですからね。最後、車で行っちゃえば、もう何でも持っていけるので。だそうするとね、実際にはその、ドイツ行ったり、海外行った時に、その荷物の制限を厳しくされる時に、まあ、どの辺、の機材を持っていくかって、そういう話なんですよね。で、そうするとやっぱね、富士フィルムなんかかなり優秀で、で、ソニーはかなり気になってるんですけど、センサーがでかいからレンズもでかくなるんですよ。必然的に。で、そうすると結局機材としては全体的に、
まあ、富士の 1.5 倍とかなっちゃうんですよね。で、そうするとね、結構重たくて。だけどね、やっぱソニーのセンサーはね、とても優秀で、画質はやっぱいいんですよ。特に暗いとこね。暗いとこ良くてね。まあ、富士フィルムはセンサーが小さいんで、まあ、暗いとこ苦手というかね、辛いのは当然なんですけど、まあ、比べちゃうとなかなかね、なかなか、というところなんですが、暗くなければね、富士もいいんですよね。で、レンズも小さいし、いやー、決まんないっすな。ね、でもなんかいろいろやってると結局ニコンがいいんじゃないかって話もなってくるしね。動き物を撮るにはやっぱニコンが、まあ今んとこ最強かな。で、一眼レフの、もう今となってはね、オワコンってやつでしょうけど、古いシステムなんですけど、いいですね、古いシステムね。やっぱりもう熟成されきった感じがあって。で、α7C 買いましたけど、まあ、富士リムもそうですけど、結局ね、オートフォーカスに関しては、一眼レフの中級機ですね。10万円とか？だから値段が半分ぐらいのカメラと、比べても良くないですね。だからソニーなら α9 とか、もう動き物バッチリいけますっていうカメラじゃないと多分ダメですね。で、そうすると新品だと40万とかなるから、高いですよね。高え。ねえ、どうするか。ねえ、でもその40万、まあ中古だとそんなにいかないんですけどね。中古だと25万とかなんですけど。それだったら、ニコンの一眼レフでいいんじゃないって感じはしますよね。で、まあ重たくてでかいし、ちょっと海外行くの辛いんですけど、ただやっぱりその、カメラとしての、道具としての堅牢性とか、まあ、使いやすさはね、ミラーレスより上なんですよ。まあ、でかくて重いんですけどね。ねえ、だからどうするか。だから人によってはあれですよね。筋トレが解決法だって人もいますよね。でかいレンズ持ち歩ける体力を身につけるっていう人もいて、まあそれも正解ですよね。まあいろんな、あれがあってね。まあ楽しいですよね。まあ車に関しては俺そこまで迷わないですからね。で、なんだっけ、カメラの話をして、そう、あとね、車欲しくてね、やっぱりその、ドイツに行ってないと、お金貯まってくんですよ。で、最近その、猫写真家の、ね、あれもやってないので、逃亡しにくかったんで、とにかくね、金使ってないんですよね。で、そうするともう、まあ、溜まってく一方で、なんかね、ポルシェ買いそうな気がしてきたんですよね。まあ、そんな溜まってないんですけど、まあ、今、ローンがありますからね。しかも、残価設定ってあるじゃないですか。あれがかなりね、いい感じで。で、まあ、半分とか半分弱の支払いを、3年後の自分に任せるというね、ぶん投げるっていうパターンなんですけど。でもね、なんか、ちょっと無理すればね、その、まあ、頭金とローンは払えそうな気がしてきて、で、3年しっかり働けば、ね、その3年後の残価設定もなんとかなりそうな気も、まあ、ちょっとしてきて、まあ、気のせいかもしれないんですけど、ちょっとね、ポルシェ欲しいなと思ってるんですが、でもね、ポルシェって維持も大変じゃないですか。で、あとやっぱりその、なんていうのか。まあ、結局自分の予算で買えるポルシェって911なんかはまあ無理で、いけるのかな？まあ物によりますよね。その辺やっぱ相当きつくて、で、そうだな。まあ、ポルシェだけど、ねえ、まあポルシェは欲しいんだけど、まあ、俺の場合ニュルで、GT3 のレーシングカー乗っちゃってますからね。で、そういう経験を一回してしまうと、その、ね、自分の足りない予算の中で買えるポルシェで満足できるのかっていうのがちょっと出てきちゃって、ね、迷うとこですよね、これは。なんだけど、最近というか、
弟子で、ボクスターの初期型乗ってる方いらっしゃるんですけど、初期型のボクスターがまたいいんですよね。そのポルシェ的な良さとは違って、そのポルシェが作った U のスロードスターって感じなんですよね。いや、でもあれがすごい良くてね。ちょっと欲しいな。ちょっと欲しいなとか思ってたら、ねえ、思いつついろいろやってると、弟子の皆さんがね、やっぱり大変ありがたいことに、とても僕では買えないような、俺の予算じゃ全く買えないような、ねえ、気合の入った車乗ってきてくださる方が結構いらっしゃるので、まあ別に車はね、何でも構わないんですけど、俺何でも楽しいんですけど、ねえ、それだけいい車乗らせていただくと、ねえ、いろんなあれが何じゃないですか。ねえ、だからそうすると、まあ欲しいのは欲しいんですけど、ねえ、いや俺買わなくても、弟子の皆さんが乗ってきてくれるからな、みたいな。まあちょっと考えちゃいますよね。ね、本当いつもありがとうございます。いい車乗らせていただいて。まあ、ただね、もちろん、俺が楽しく乗るだけじゃなくてね、親方とちゃんと仕事はしてますから。まあ、親方と仕事をしてるから、そういう車にね、乗ってきていただけると思いますんで、普段から、皆さんの貴重な車をね、お預かりしてるっていうのは、まあ、誰の車でも変わりませんからね。だから、まあ、その辺に関しては、あれなんですが、ねえ、いや、ポルシェ欲しいなぁと思いつつ、ねえ、そう、いろんなあれがあって、で、最後はあれですよね。まあ、やっぱり今中古高いからやめとくか、みたいなね、そんな感じですよね。まあ、新車は全然届かないですね。ものによるのかな。まあでも基本的に届かないですね。あとはね、ちょっとうちの庭に M2 が置いてあるっていうのもあって、ね。だって M2 があるからいいじゃんって感じもちょっとしますよね。最近 M2 乗ってないですけどね。ね、まあちょっといろんなあれが何なんですが。ね、まあでもやっぱり、今このご時世で、ね、車欲しいななんて言ってられるのは、まあ、大変ありがたい、恵まれた状況であるなとは思いますよね、やっぱり。まあ、これも弟子の皆さんのおかげですね。本当に皆さんどうやって部屋を調べてきてるんだろうってわかんないですけどね。今告知も、ネットの告知とかもほぼしてないし、広告はもちろん出してないし、まあ、最近 YouTube と Twitter って方が多いですかね。ね、皆さんどうやって、まあ、しかも何を基準にというかね、どんな理由で部屋に来てるんだろうって、まあ、不思議なことばっかりですよね。まあ、それはね、皆さんそれぞれの理由があって全然いいというか、あるだろうし、な、それに関係なくね、こっちは親方としてのあれをするだけなんですけど、どこから来たみたいなね。まあ、昔から思ってますけどね。何を考えて、ね、部屋かつクラゴンにお越しになってるんだろうっていうのは、まあ、永遠の謎ですけどね。最近写真カメラについていろいろあれしてるんですけど、やっぱりね、ちょっと面白いんですよね。で、何が面白いかっていうと、まあ、車と共通の部分が、まあ、ちょっとはあると。でね、何かっていうと、能力を拡大するものなんですよ。どっちもね。で、人間の目で何かを見る。それを記憶する。で、それはもう何十年も残る場合もありますけど、多くの場合はそうじゃないんですよね。まあ、なんとなく思い出すこともあるかもしれないけど、どんどん薄れていくものじゃないですか。写真に撮るっていうことは、まずそれをがっつりと正確に記録できるんですよね。で、記録したものを人に見せることもできるんですよ。で、記憶だと、人に見せることできないんですよね。という意味で、まあその情報の共有化っていうんですかね。まあ高画質動態的には並列化って言いますけど、その情報を並列化するときに、写真っていう媒体でいいのかな？まあその技術って言ってもいいと思うんですけど、それってね、やっぱすごい便利なんですよ。写真をポンと一個見てもらえば、
住む話って相当あるんですよね。でね、その辺が本来人間が持たないはずのものを持つって意味でね、まあ車と共通で面白いなと思ってて。で、ただね、カメラの場合は一個あれがあって、アートの写真ってあるんですよね。記憶ってアートないじゃないですか。見ずじゃないですからね。で、それがね、また面白くて、俺が撮ってる写真っていうのは、主に、珍しいことに価値がある写真なんですよ。希少性ですよね。だから F1 の写真っていうのは、何に価値があるかっていうと、F1 の希少性に価値があるんですよ。わざわざサーキットに行って、F1 の高いチケットを買って、まあ、クソみたいに高いですからね、本当にね。クソみたいに高いですよ。クソみたいに高いチケットを買って、で、その写真を撮る技術があると。F1 って、被写体としては相当難しいですからね。スタジオのプロのカメラマンには F1 撮れないです。動き物はまず撮れないです。まあ、流し撮りがね、それだけ、まあ、技術的にあれだっていうのもあるんですけど、またちょっと違う世界なんですよね。同じ写真を撮るって意味でも。なので、まあ、反対にそのあれですよね。レースを撮ってるカメラマンには、多分スタジオの写真は撮れないと思うんですよ。まあ撮ろうと思えば撮れますけど、そのスタジオのカメラマンがやる、すごいきっちりしたライティングとか、まあそういうのは多分できないですよね。という意味でまあ全然別の仕事だと思っていいんですけど、まあそういう記録の写真があるんですよね。で、俺が撮ってるのは主にそれなんですよ。猫もそうで、その猫が可愛いですよね、どうすかっていう記録なんですよね、あくまでも。で、もう一個が、アートの写真なんですよね。美術的な写真。で、これはね、希少性じゃないんですよね。美術的に質が高い。まあ、場合によっては写真としての質が高いことに価値があって、被写体の希少性っていうのはそこまでじゃないんですよね。まあ、絵画なんかそうですけど、ゴッホのひまわりとかね、あるじゃないですか。ひまわり自体には希少性ないですよね。どこにでもありますよね。なんだけど、そのひまわりを、なんていうんですかね、まあ、うん、でもあれはまあちょっと違う話か。陶器的な話になっちゃってますからね。美術っていうよりね。なんですけど、まあ美術的に何らかの価値があるっていうことにして、ただのひまわりの絵が、まあすごい価値があるって話になったわけですよね。だその辺がね、全然こう違う話がある気がして。だからあれですよね。写真撮る人が頑張るべきは、珍しいものを撮るってことがまず一つですよね。海外の F1 なんか珍しいわけですし、まあ猫は珍しくないけど、猫をちゃんと撮るっていうのはまた難しいんですよ。だから希少性ですよね。あとは美人のモデルさんも希少性なんですよね。まあ芸能人もそうですよね。なので、希少性の高いものを撮れる立場になるっていうのが一つの、まあ、手段というか、まあ、カメラマンとしては、まあそうだねっていうところに行くわけですよね。で、もう一つは、とにかく質の高い写真を撮る。まあ明るさとか色とかいろんなのあるじゃないですか。質感とかね、テクスチャとかなんかあるでしょ？俺全然知らないですけどね、詳しくは。で、そういう方をね、上げていく。まあ質をとにかく上げていく。で、なんでしょうかね。まあ、どうでもいい写真なんだけど、もう誰もが見た瞬間に、いや、この、なんか光がなだらかにこう、ね、グラデーションがいいね、みたいな、そういう写真が撮れると、そっちは美術的なアートの方の価値が出るんでしょうね、多分ね。そっち俺全然知らないんですけど。まあ、そんな無意味なことを整理しつつ、車はね、ご存知の通り能力拡大器なんですよ。人間には出せない速度を出せる。で、荷物をいっぱい運べると。で、それが何を生み出すかっていうと自由なんですよね。フリーな環境を生み出すわけですよ。速い速度で移動するっていうのは、それだけ時間が作れるわけですからね。で、荷物いっぱい持てるのもそうだし、あとはそう、好きな場所にも行けますよね。電車と違うのはそこですよね。
電車とかバスとかは路線がないといけないですけど、車は本当に自分の好きな場所にピンポイントで行けると。まあその自由なフリーなことが価値があるわけですよ。で、なんですけど、それって人間はそのままで、人間にできないことを車にしてもらって、能力は上がりました。能力拡大しましたって話なんですよね。で、ドライビングに関しては、実はそうではなくて、車を使って、車を道具として使って、ドライビングを通して、ドライビングをすることで、人間の能力を上げるっていう効果があるんですよ。やっといい話になりましたね。もう、20何分。で、ここまで聞いてる気合の入った皆さんは、得する話です。だから能力拡大器っていうのは、前から言われてますけど、それは人間の能力そのまんまで、いろんなところを補ってもらってっていう話ですよね。そうではなくて、ドライビングに真剣に取り組むことで、ドライビングを通して、自分の能力を拡大できるという効果がありまして、で、なんでかっていうと、ドライビングって調整なんですよね。ね、調整じゃないですか。だって車の速度が今これぐらいだからブレーキこの辺から踏もうとか、ハンドルこう切ろうとか、コーナリング速度この辺がいいなとかってもう全部調整でしょ？だからね、調整力上がるんですよ。で、調整力上がるっていうのは、まあ人間関係そうだし、会社もそうだし、まあ人間関係ですよね。というね、いろんなものとの調整が上手くなるんですよね。なぜかというと、車は人間の言うことは聞いてくんないからです。車は物理現象のみで支配されて走ってますので、人間がいくらお願いしてもダメなんですよ。だって物理現象がダメなんだから。というのに合わせる能力が上がっていけば、その人に合わせる能力も上がるんですよね。だからね、ドライビングが上手くなるのに応じてというか同時に、その人としての能力が上がっていく人はね、実はかなり多いんですよ。何を見てますね。で、何人もいる上達してる人っていうのは、最初からどんどん伸びていったわけでもなくて、どこかの瞬間で気づいてる感じなんですよね。要するに車と相談の仕方に気づくというか、調整の仕方に気づくというか、どっかでね、突然、あ、こういう感じかって多分ね、気づいてると思うんですよ。よくわかんないまま、上達してるって言ったらあんまりいないと思うんですよね。よくわかんなかったら上達しないので、ね、再現性ないですからね。だからそういうのを見てるとね、やっぱりドライビングって、人としての能力も上げるものだなと思いますよね。だからドライビング上手くなれば、まあ、すぐにじゃないかもしれないですけど、副次的には、多分仕事もできるようになるでしょうね。調整力上がるから。だってそもそもね、サーキットに行く、遊びに行くためのお金を稼ぎつつ、休みを取るって、能力相当必要ですよね。ね、環境づくりそのものでまず能力いるわけですから、だそれを続けられるってことは、能力が、まあ、もともとある程度高いっていうのはあると思うんですけど、上げていかないと続けられないですよね。だってね、今日本は年功序列かなり減ってきたとはいえ、やっぱり仕事すれば経験が増えて、で、その経験に応じて、まあ、能力が上がって、給料も上がってって、そういうのもあるじゃないですか。で、そうすると、能力が上がると、仕事大変になるんですよね。まあそうですよね。で、その仕事が大変になって、なおかつ、まあ、場合によっちゃ部下の指導とかもね、しながら、サーキットに行くという、習慣ですかね。続けられるってことは、能力はどんどん上がってるわけですよね。上がんなかったら絶対無理ですから。なんてこともね、まあ考える年末年始でしたね、俺は。まあ能力の拡大もいろいろあると。だからそうそうあれなんですよ。自分の能力はそのままで車を速くするっていうのは、まあ、なしじゃないんですけど、本質的にはね、やっぱり、まあ、目指す方ではないですね。単純に速い車乗るのは楽しいっていうのは全然ありですよね。それは楽しいですから、俺も。ね、全然ありなんですけど、
ね、ドライビングっていう、せっかくその人間の能力を拡大させる、能力を上げるものに取り組んでいて、自分はそのまんまで車をどんどん改造してタイムを上げていくっていうのはすごいもったいないですよね。だってドライビングね、性能を上げればもっといくじゃないですか。で、改造した車の能力も使い切れるでしょ。でね、まあ、良くないあれですけど、万が一事故ったりして車がね、カプーとしてもドライビングっていうのはね、失われないんですよ。車っていうのはなくなっちゃいますよね。物ですから、いつかなくなりますよね。で、なくなったらそれまで車にかけたチューニング代っていうのは、まあ、基本的になしですよね。ゼロですよね。なんですけど、ドライビングにまあ、お金かけるというかね、ドライビングの上達をしていけば、車がなくなる、もしくはまあ車買い替えるでもいいですよね。お、メール来た。車を買い替えた時にも、ドライビングスキルってのは当然継続されるわけですよ。なくならないですよ、車と一緒に。だから、その次の車に転生した時に、パラメータが維持されるんですよね。だから何でしたっけ、何系でしたっけ、ラノベの転生ものあるんですよね。現世でトラックに轢かれて気がついたら異世界だったみたいなね、それあるじゃないですか。で、異世界に行ったら、その今のね、日常の普通の能力が異世界に行ったらすごい能力でいきなり勇者になっちゃうみたいな、そういうのあるでしょ。あるんですよ。まあ、そういうなんか、ネクロな願望丸出しのやつがね、もうそういうの大好きですけどね。っていうのがあるんですけど、だから人間の能力を上げれば、次に継続されるんですよね。だけど、車の能力とか車にお金をかけても、それは、次の世界で維持されないんですよ。そりゃそうですよね。というのがあるので、やっぱ能力を上げるといいよなということと、あとはその能力を上げられるものですから、ドライビングっていうのは。本質的に、なんていうのかな。まあ人間の本質的な部分にアプローチするものなんですよね、ドライビングって。なぜかっていうと、下手したら死んじゃうからですよね。だからね、まあわざとサーキットに行って危ない思いするのはまあ変わってるなと思いますけど、まあ俺もそうなんですけど、ただし、だからこそアプローチできるところってあるんですよね。だから俺なんか映画とかね、好きで見ますけど、映画を見てるときに、そういうアプローチっていうのはできないと思うんですよ、普通の人はね。映画を見てるときに、もうそれが自分の人生に関係あるみたいなアプローチできる人は、多分、映画の仕事するといいと思うんですよね。それぐらいの、なんとか受け取るものがあるんだったら。と思うんですけど、普通の人はそうじゃなくて、だから車に乗ることで、無理やりにこうそういう、なんていうかな、まあ取り組まざるを得ない環境になるとも言えるので、だそういうのをね、せっかくやってるんだったら、人間の能力を上げていくとね、楽しいんじゃないかな、という、特に意味なくクソ長い話で、年始のご挨拶を締めたいというあれでございます。まあ難しい話はね、あれとして、皆さん今年も楽しくやりましょうね。もう俺が言うのはあれだと思うんですけど、所詮車って遊びですから、ね、移動手段じゃなかったら遊びですからね、遊びですから楽しくやりましょうと。で、楽しくやったら勝手に上達しますよと。まあそんなことですね。いつも通りですね。そんなところで、ではまたそのうち。